久保さん、ポイントサイト日本一、なれますね、久保さんなら。<laughs> まあ今回は、えー、手持ちカードはたくさんあった方がいいよ、という話をしようかなと思うんですけど、さっきね、この動画を撮る前にね、2時間、<laughs> 2時間です <laughs>。2時間、うん、コンサル生と、まあいろいろ揉んでたんですけど、まあ、なんで2時間になったかっていうと、今ね、そのコンサル生が、あの、プロモーションしてるんですよ。 で、そのプロモーションの具体的なテクニカル的な部分を、これどうですかねどうやったら、あー、コンバージョン上がりますかねとか、どうすれば、入り口どうすればいいですかみたいな、まあ話をしてて、まあ2時間になったんですけど。で、なんで最後、コンサルが終わった時に、今日めちゃめちゃ良かったですって言われたんですよ。でね、ただ僕は何を言ったかっていうと、過去の経験なんですよ。ね。多分そのコンサル性の100倍以上やってるんですよ。プロモーションなんかす で、知らないこと、知らない知識めちゃめちゃ持ってるし、その人よりもね、経験値あるんで。だから結果的に、じゃあその、やったことに対し僕が普通に今までやってきたことをただ話すだけで、その人にとっては価値がめちゃめちゃあったわけですよ。だからすげえいい話聞けました、ありがとうございます。だけど、僕が話した内容って、当たり前のことなんですよ。僕が知ってることなんですね。ここでは大事なんですけど、この、えっと、コンサル生 A さんにとっては知らない。 情報なんですよで僕からすると当たり前なんです。でも当たり前の話をね、ただするだけでめっちゃ価値を感じ取ってくれるんですよ。じゃあこれを久保さんの事例で当てはめるならば、久保さんはめちゃめちゃね、300 3年で300万ぐらいを稼いだわけですよ。ね。あの、A8 だけでも。じゃあその経験があるわけじゃないですか。で、その経験があるからこそ、経験が、例えば動画でも言ってましたけど、10万万しか言ってない人に対して、その経験談から、 自分がやってきた当たり前のことを話すだけで、久保さんありがとうございますってなるわけですよ。でも話してる内容は当たり前のことなんです。自分が知ってることなんです。やってきたことなんです。ただそれだけです。これすごくないですか自分の当たり前を話すだけで価値をね、受け取ってくれる。あ、すげえいい話聞けた。なんですよね。そう。だからこのレンガ職人の話も、久保さんは、まあどこからかがね、昔の塾で聞いた話なんですよ。 でも多くの人はそれを聞いてて初めて聞く人はね初めてなんですよ <laughs>、ね、そうだからまあその経験の中でね自分がそのいい話だなと思ったのを久保さんの言葉で今言ってるわけなんですけどうなんやろなうーん久保さんの中ではもう当たり前なんですよねあの話の内容はだけど A さんにとっては知らない内容だしあいい話聞けたになるんですよ まあ、だからどういうことかっていうと、まあ最初はね、手持ちのか、まあこのクマンジ子シリーズの中でも、手持ちのカードを使えっていうのは言ってるんですけども、手持ちのカードを使いまくってくると、どういうことが起こるのかっていうと、手持ちのカードを使い続けたことによって、手持ちのカードを使う経験値が増えるんです。だからこの、ちょっとね、 伝えづらいんですけど、まあ、ちょっとタイトルから推測はちょっと難しいんですけど、手持ちのカードをたくさん持つっていうことは何かっていうと、今持ってる手持ちのカードを使い続けることによって、経験値が増えて、その経験値が手持ちのカードに、えー、変換できるよみたいな。だ t ポイントを現金に変換できるよみたいな感じですね。わ <laughs> かります だから、一枚しかないですよ。手持ちのカード。だから、久保さんで言うならば、自己アフリートっていう手持ちの、稼ぎ方の手持ちのカードですね。ただし、これをずっとや続けると、いろんな経験値が貯まるわけですよ。で、この経験値っていうのが手持ちのカード、たくさんの手持ちのカードになって、この経験を、あ、じゃあ、その人、あ、じゃあ、その悩みは、この経験から、あ、じゃあこれカードみたいな話なんですね。わかりますあ、これめちゃめちゃ大事で、多分あんま教えてくれないんじゃないですかね。 だから実は一つのカードだけでもうん、目に見えない手持ちのカードはそれを使い続けることによってめちゃ増えるってことです。で、このめちゃ増えたって、見えない手持ちのカードはね、多くの人に役立つってことです。なんで多くの人に役立つかっていうと、これはやった人しかわかんないからです。だやってない人からすると、ここはわかんないですよ。って話ですね。いってらっしゃい。